CGS 動画の皆様こんにちは、神谷壮平です。今回はですね、なんて言うんでしょう、緊急特番じゃないですね、神谷壮平が見るみたいな感じでですね、お送りしていきたいと思うんですが、私は今、福岡県の糸島市に来ております。そちらにはワクワク子ども園という子ども園がありまして、川口正人さんという方がですね、8年間、子どもたちを集めて、自然の中で、学びを提供するということをされています。でくしくもですね、今日3月31日なんですけども、この日が、川口さんがこの園の園長を務める最終日ということですので、その様子を皆さんと共にですね、見てですね、どういった教育をされているのかということを知っていただきたいと思います。当然私がここに視察に来るということは、私は川口さんの教育方針に非常に賛同しておりまして、こういった、学びの場をですね、全国に広げていきたいなという思いでやっておりますので、そういった私の思いも、番組の中で感じていただけたらなというふうに思います。もうずっと昔から子供は変わってないと思うんですよ。子供が変わったんじゃなくて、社会が、大人が変わっちゃったんですよね。でもみんな子供らしさとかを求めているじゃないですか。でもその出し方がわからない。春はやっぱり花見です。お花見や。それでは皆さん、おはようございます。それではカレンダーで今日は何月何日何曜日か教えてくれる人。はい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 、教えてください。3月31日。どこよ31日は。31日火曜日。お外は晴れ。はい、ありがとう。じゃあそこ印、今日はどこに行って何をしましょうか。はい、キイちゃん。グーさんの田んぼでご飯。潮騒公園。潮騒公園。はい、近さ。鬼ばらの玄関。3月31日、お外は晴れ。今日はワクワク最後の日だから、グーさんの田んぼにご挨拶に行ってから、またいろんなことをする。よーいどん。マッサン、マッサンとこ行く。散歩のおじさんに会えるといいな。マッサン、マッサン、マッサン。いろいろ本屋さん。デリーわーわー、こたそこ通るとこじゃない。号令かければ簡単に止まるし、走らせんときゃいいんですけど、でも走りたい気持ちがあるでしょ。それを止めると出し場がなくなるじゃない。だからそれは大事にしたいけども、集中力を欠いてしまうと、今日は特に男性の優しい人が多いからふわっふわになる。渡れると思ったから渡る。それを僕の判断で危ないって言ってしまったら、この子の好奇心や行動を起こすきっかけを奪っちゃう。でもうバクバクよ、心臓はね、キリッキリするけど。待て、押すなっていいよな。泣くぞね、ブンブン。
いじめっ子やいじめっ子がいるここにいじめっ子おいしいとそれなんか川に入りに行くさっきも大きくなってない川に入りに行く大きいの落ちとったあそこうん、2個取ったカセご飯あ、セリご飯ってセリご飯をついでで、春キャベツだキャベツのお汁をたっぷりかけてこう栄養価の高いとか無農薬だとか料理をこう凝って作ったりして子供たちに美味しいもの食べさせたいっていうお母さんの気持ちはよくわかるっちゃけどその前にお腹を減らさないと好き嫌いが出ちゃうよね遊び食べをしちゃう言わなかったけど大根大根40で保育士になってもうその時子供が6人いてで僕は幼稚園も保育園も行ってなかったから保育園が幼稚園がどんなとこか知らなくって結婚して子供が生まれて初めて保育園っていう現場を見てうちの子供たちが通った保育園が僕の好きな保育園だったんですよ、うん、子供たちがもう本当に自由に遊ぶしでも怪我しないし優しいし喧嘩してるけどほのぼの見れるような保育園だったんだけどもうかれこれ30年前ですから、うん、まだ男性保育士が少なくって、うん、ほぼ3って言われてた頃ですからね、はいはい、で保育園って家で見ることができないから預ける場所ですよね家庭と一緒でしょそしたらじいちゃんばあちゃんいて父ちゃん母ちゃんいて兄ちゃん姉ちゃんいておじちゃんおばちゃんいていいやんって俺夢なかったんで俺が保育士になろうって決意して40でなっちゃったんですよ、うん、で保育現場に10年入って認可と認可外と学童保育って経験したけど子供がいないんですよ、うん、目の前に子供はいるけど、うん、見てるのはその向こう側の親だったり、うん、だから怪我させちゃいけないとか危ないことさせられないとかいう、うん、目の前の子供たちより向こうの親のことを気にする保育が多かったんで、うんうん、まあ50で保育現場を離れてで寂しかったからワクワク保育クラブっていうのを立ち上げてこういう塾を開いてたんですね、うん、でその中で保育園やってくれないかっつう話が来て54の時か60になったらこんなことしたいなと思ってたんですよ、うん、お金のこと気にせんでいいじゃないですか、はいでもなんかそれが早まってやってくれないかって言われて僕こういうことしかできませんよと、うん、保育は仕切りきれませんとでも子どもたちと毎日暮らしを積み重ねることはできますってそれでいいならって言ってこの暮らしをスタートした僕が子どもらしく子どもの時代にできなかったから何がらしくか分かんない、うん、でも泣いて笑って怒って、うん、寂しくって、うん、喜怒哀楽をいっぱい体で感じて、うん、お腹減らしてご飯食べればねそれがいっちゃん幸せやねって、うん、あそれはやっぱりねその子がその子らしくっていうよりは僕が僕らしく初めて会うけど、うん僕の思う僕らしさと会う人の僕らしさは違いますよね、うん、一人一人違うよねその子のらしさはこっちが勝手に決めちゃって枠を作って子供を見てしまえば子供たちは窮屈で仕方ないですよねで僕もやっぱり同じようにマスターってこういう人みたいな感じで見られるけどいや実はもっと違うことを考えてんだぞっていうらしさ、うん、それがこの年齢の時に思う存分自分の興味本位、うん、自分の体が求めるもの心が求めるものを表現していくことが今のこの子のらしさなんでそれを味わってほしいんですそしたら自分が自分でいいはずなんで、うん、誰かのためにいいじゃなくて自分が自分でいい
っていうのを感じてほしい。それを大切にしたいのがワクワクで一番大切にしたいことかな、ことだな、うん、自然っていうこういう環境よりももっと大切な環境は大人の環境。今この段階でもこの自然な雰囲気を消すことはたった一言でできるんです。遊びなさいで、遊ばされてたらこの子たちはそれを味わえないんですよ。せっかく川に来たんだから川で遊びなさい、もう川で遊ばない子たちは遊ばない子になっちゃうわけです。はい、それが一番肝心じゃないかなと。自然いろんなものあるけども知らないけど、それをつなぐのは大人。大人がどういう気持ちで子どもたちを見てくれてるか、でそれが環境となって子どもたちがさらにこういう豊かな環境にいればさらに自分を発揮できるっていうだけで、ビルの天神のビルの中でも同じことはできると思う。環境ではなくてここ、こっちの環境次第だろうと。それをね、多くの人にね伝えてあげたいんですよ。あ、ここだからできないじゃない、家の中でも同じことやってる、うん、まあ、それは家庭の事情があるからね、仕方ないことも多々あるかもしれないけど、お母さんたちが苦しんでるのは怒んなきゃいけない自分、怒っちゃった後の自分とかに悩んでる方が多いんでね。でちょっと視点を変えればそれが味わいに変わるのにね、それをね、なんとか伝えていきたいし。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。なかなか、対策になっていたんじゃないかというふうに思いますけれども、まあ、カメラマンがインタビューしたですね、川口さんのメッセージ、それから子どもたちの顔、様子ね、見ていただいて、あ、なるほど、こういうやり方も、こういう場所もあるのかというふうなことを知っていただけたんではないかなというふうに思います。川口さんが今日が最終日ということで、インタビューをさせていただきましたけれども、今後川口さんは、全国にですね、こういったワクワク子ども園のような場所を広げていくために、講師をしたり、園の指導に行ったりという形で活動されるそうです。皆さんもですね、川口さんからお話聞きたい、実践見てみたいという方いらっしゃいましたら、動画説明欄に川口さんの案内先を書いておりますので、そちらの方に連絡をしてください。私たちもですね、こういった縁を作りたいというふうに今仲間と準備してますので、川口さんにもご指導いただいて一緒に作っていきたいというふうに考えています。でこういった動画での発信っていうのも大事なんですけど、やっぱり現場があって子どもたちの教育にしっかりとこう関わって、でそういった子どもたちに日本を好きになってもらったり、日本人としてこの世界に堂々と出ていってもらうという実践の場をね作っていかないと、ただ単にこう動画でね情報を流してるだけではやっぱり皆さんに、なかなか伝わらないと思いますので、私の活動もこれからどんどん実践に移っていきますので、ぜひ、共感していただける方は協力をしていただきたいというふうに思います。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。はい、ありがとう。イエーイ。